さ、始めるんだ。マジマ、お前何してんねえ。すまんの兄弟、俺らは殺し合いをせんといかんらしい。なんやと。俺にはな、桐生ちゃんの命より大切なもの見捨てることはできんかった。何わけのわからんこと言うとんねえ。お前こういうことだ。合図をすればすぐにその女を射殺するよう命令してある。これ以上は説明しなくてもわかるよな。貴様、沢村遥の命を救いたいのなら自分の兄弟を殺せ。真島が勝てばその瞬間射殺、二人とも仲良く天国に送ってやる。だが佐江島、もしもお前が勝てばその命助けてやる。何やと。お前は東条会を破門された腹いせに真島を人質に立てこもり殺害した犯人として一生を塀の中で過ごすことができる。無所暮らしは好きだったんだよな、お前。この外道が。兄弟、やる気なんか。やらんかったら5万人の目の前で夢が散る。俺らが死んだところで悲しむ人間はそうはおらん。答えは一つや。そんな体でほんまに俺とやり合うつもりなんか。五分ともたんで。今のお前と俺は力が違いすぎる。お前も言うとったはずや。昔とはちゃう。俺の相手はもうでけへんて。その通りや。せやったらなんで。確かに2年前俺はお前の相手ができんかった。それはな、あん時のお前が弱すぎたからや。何やと。2年前バッティングセンターでお前の戦い見た時によう分かった。お前はシャバに出て東条会に戻ったことで牙を研ぐことをやめてしもうた。牙を錆びつかせたら極道はしまいや。せやから俺はお前に引退するよう勧めたんや。引退。そう、お前の波紋状、あれ出したんは森永でも青山でもない。あの波紋状は札幌に渡る前に俺自身の手で出したもんやったんや。お前が。ほんまやったら弱なったお前をこの事件に巻き込むつもりはなかった。せやけどお前の18人殺しっちゅう伝説が
それを許さんかった。兄弟。さあ脱げや。ちゃんと目の前で証明してくれ。俺の親友は光る牙取り戻したっちゅうことをな。やるしかないんや。勘弁せや、兄弟。アホが。ここであの子を見殺しにするような男やったら、どのみちわしの方から殺しに行っとったわ。感謝するで、黒沢。ん？こうしてまた本気で兄弟とやり合える。情けかけられたまま兄弟に死なれてもうたら、俺は死んでも死にきれんかったとこや。ほな行くで、兄弟。ああ、俺らの最後の喧嘩の花しっかり咲かせたろやないかい。